どうも、こんにちは。弁当です。今回、Hardly When, No Suna ざについてやっていきます。まあ、この動画を見ればもうすぐで,ですね。はい、Hard Hardly When と、no、No Suna 肌へ残過去形。Hard Hard When 過去、Hard Hard When 過去。Eh, I had hardly gone to the bed when someone knocked at the door。前半で過去完了。後半で過去形です。No Suna 肌へ残過去形。No Suna 肌へ残過去形。No Suna had I placed the phone, then need run again.、ね、後半で過去形ですね。えー、過去完了、過去、えー。この順番になります。じゃあ、版書を使って順々に説明していきますね。この構文では、when の代わりに before が使えます。まあ、覚えただけ覚えてください。まずは。はい。で、hardly は、順否定語と呼ばれます。順否定語。と呼ばれますので、 ノットのような役割をします。なので、まハドノット。あのー、キャンノットっていう風なのを見たことあると思うんですけれども、ハードっていう風なんか助動詞なので、キャンノットと同じニュアンスでハードノットが使えます。なので、ここ、ハドハドウェンカコ。ね。ハドハドウェンカコ。かけます、もう一回。ハードハードウェンカコ。まあ、この、えー、語呂合わせで見たように、ハドハドの後ろからのハードリーがノットと似てるので、 え、この五順になるのは当たり前ですね。ハードリーはだからまあ、ほとんど、なんとかしないとかほとんどないっていう意味になります。だから逆に言うと、ちょっとはしてるって意味ですね。99%ないよってことは1、1%はあるよってことです。なので、最初だけ訳すと、私はほとんどベッドに行ってなかった。とか、私はほとんど寝てなかった。って感じなんで、 結局は、私はちょっとはベッドに行こうとしていたとか、私はちょっとは寝かけていた。ちょっとはベッドに行こうとしていた。ちょっとは寝かけていた。まあ、っていう感じで、ちょっと、ベッド行ってたって感じになりますね。行ってた。うん、いいでしょうか。で、次のスライドです。主節面接ってありますが、主節が主役です。 ウェン説はあくまでも脇役です。で、さっき言ったように、ウェンの代わりにビフォーが使えますね。で、この公文は例外的にウェンですぐいの説が出しゃばるよってことですね。まあ、実際訳してみると、あの、これ同時性があるんですね。あの、まあ、一応ちょっと説明加えていきますか。左側のこのニョロの部分、主説の部分は、えー、過去完了形。過去完了。で、右側の実践の部分は過去形なんですね。 まあなので、時間の流れとしては、こっちが先で、こっちが後です。いいですかね。なんで、えっ、ー、と、寝ようとしていた。ちょっと寝てて、ちょっと寝ていた。ちょっとベッドに行きかけていた。まあ、だから、ベッドに、まあ、ベッドの枕を整えるとか、ベッドの、ベッドに足だけ踏み入れるぐらいの時に、誰かがノックをした。っていう感じで、寝ようとしていた。 が先にあってノックをしていたが後に来るんですね。いいですかね。だから、私が寝ようとしていた時に誰かがノックをしたっていう意味合いになります。すごく日本語が難しいです。なので、w h s v の説が主説かのように出しゃばるんですよ。いいですかね。大丈夫ね。はい。で、えっ、ー、と、こんな感じで見てみましょう。えっ、ー、とね、まあ、意味としてはわかりましたね。 えっと、私が寝ようとしていた時に誰かがノックをした。で、あの、この事実を押さえておいてください。否定語を先頭に持ってくると、統治が起こります。なので、ハードリー、ハードアイって感じになりますね。だから、あの、この最初の3つを逆走させればいいんですよ。ハードリー、次にハードアイ持ってきて、次アイって感じで、逆にすればいいですね。全部。まあ、そうすると、統治が起こったかのようになります。で、まあ、あの、ここが、だから要するに疑問文の形になってますよね。疑問文。 統治って何かというと、要するに疑問文の形にすることが統治です。このレベルで言うとね。はい。じゃあ次、ノースナ肌、残花固形やってみましょう。ノースナ肌、残花固形。I had no ース r pressed the phone and done it run again っていう感じで、ノースナが一つの否定語として振る舞ってますよね。純否定語と。なので、この塊で暗記してください。いいでしょうか。 でまあ、ノースナーっていうことなので、スなナー、あのすぐにって意味ですね。要するに時間軸で見たときに、どっちが先かどっちが後かってことです。だから、まあ、例えば、えーと、私が卒業してから1年経って誰かが卒業したとか、まあ、前のバスが出発してから15分後に次のバスが出発するとか、まあ、そういうふうな、すぐに、どのぐらいすぐになのかっていう表現ですよね。だから、どのぐらい時間の幅があるかっていう意味合いになります。 ただ、その、スーナーっていうふうな、その、比較ですね。どっちが先かっていうふうな比較の表現に、ノーがついてます。なので、差がゼロってことです。要するに、同時にっていう意味になりますね。ノースーナーは、だからまとめますと、すごい否定的なニュアンスになるんですが、同時にっていう意味になります。同時にっていう意味がある、また、否定語として振る舞うですね。だから、二つ捉え方があるよってことですね。同時にっていう意味にもなるし、否定語としても振る舞う。まあ、すごい、あの、オールマイティーなやつですね。 で、えー、次の文章を見てみましょう。A と B は時間的に差がとってことです。なので同時にっていうことになりますね。じゃあ次の、えー、一番最後の墓地やってみましょう。A は過去完了。B は過去ってことですね。えー、オレンジで囲っている部分が過去完了。緑で囲っている部分が過去です。なので C とい言えば A の方が昔に起きたことってことですね。ここ見てください。ここ見てください。えー、A の方が昔に起きてるよってことです。だから、えっ、ー、と、まあ、なんだろう、その、 電話を置くや否や、電話を置いた瞬間に、まあなんか、こう、電話が鳴ったとかね。電話を置こうとした時に電話が鳴ったっていう感じになります。いいでしょうか。はい。で、まあ、ノースナが一つの否定語として振る舞うんですけれども、すごいバランスが悪いです。あの、二つの単語を力を合わせて、ようやっと一つの否定語というのはすごい気持ち悪いんですね。 なので、まあ、ノースなーーハドアイという感じで、頭頂を起こします。逆走させます。これが一番いいですね。なので、ノースなハダイ。で、まあ、ここ、主語が別にアイとは限らないんですが、ノースなハダイ残過去形と、これが普通になります。ということで、今日のまとめはハドハド、ハドハドウェン過去。ハドハドウェン過去。まあ、まあ、あのー、訳してみると、私が、ベッドに、行こうとしたとき、または、 単に寝ようとしたときに同時にとか寝ようとしたと同時に寝ようとしたや否や誰かがえドアをノックしたっていう意味にありますね。いいでしょうか。じゃ次。 ノースな肌依存過去形。こっちも過去形が先に起きてて、こっちが後にあ、ごめんなさい。こっちが先で、こっちが後に起きてる話ですね。なので、電話を、起こうとしたやいなや、電話が、再び、鳴った。まあ、こういう意味になります。いいでしょうか。 まあ、引用はウィズダム英和辞典第3話を使いました。って感じでちょっとあの最初に戻ってやってみますね。まあ、ハドハドウェンやりましたね。ノースなハダイザン過去形でまあ結局だからウェンの代わりに微表が使って純否定語でノートのような役割するぜ。過去完了とかいうのを見てみたりね。ちょっとはしているっていう意味があるから、まあ、そういう意味とか使ってみたり。で、あのー、すごいウェン SV の説が出しゃばるよねとか。過去完了形過去形なので、まあ、時間の流れで時勢見ればいいよねとか。 統治ですね。これすごい大事ですね。めっちゃ大事ですよ。で、ノースーナーが一つの否定語として、振る舞うのと同時にっていう意味がありますよと。で、まあ差がゼロだとか、過去完了過去だとか、見てみました。で、まあすごいバランスが悪いので、統治を起こすのが普通ですよということになります。で、今日のまとめとしては、えっ、ー、と、ハドハドウェンカコは統治を起こさない普通の形で表現しました。普通の形でね。ただし、ノース運搭に関しては、統治統治を起こした形で見てみたんでした。いいでしょうか。 終わります。